原巨人11年ぶり単独再開。2軍で打率1割台ウォーカー1軍昇格にファン激怒若手続々トレード志願3連敗の巨人が再開に転落したチーム単独再開は2018年6月9日以来5年ぶり現政権での単独再開は2012年4月25日以来11年ぶりとなった14日の中日戦 今期初の3番に入った不審の坂本が6回に敵地打を放ったものの先発の小笠原を攻略できず2球と大敗した試合前にチームの雰囲気を悪くしたのは原辰則監督64だったこの日松田信弘内野手39と岸田幸典捕手26が2軍落ち 代わってアダム・ウォーカー外野手31と山瀬慎之助捕手21が中日3連戦から1軍に昇格したのだネット上でプチ炎上したのがウォーカーの昇格についてである作機活躍して契約を延長した2年目は開幕からファーム暮らしだったとはいえ2軍での成績は打率点1881本塁打2打点だから 巨人ファンは怒っている。2軍で打率1割台なのに意味がわからない、不審選手の代わりに不審選手を挙げてどうする。2軍で状態のいい選手を挙げるべきではないのか。これでは選手のやる気が出ないだろうし、かわいいそう。原監督、頼むから本当にいい加減にしてくれ。若手でいいのがたくさんいるのに、原監督の弊害でしかない。 代わわりにウォーカーカはからない。労かとか萩尾とかいるのに監督は頭おかしくなってるなどとネット上では辛辣なコメントがあふれ返った優遇されるのは外国人とベテランこの2人以外にも14日の2軍戦で4安打の固め打ちで打率を375に上げた秋広内野手では増田陸ラが控えている ファンは2軍で1割台の助っ人よりも、生え抜きの若手を使ってほしいというわけだ。ある巨人 OB が声を潜めてこう言った。最近では田口、ヤクルト、を筆頭に追うた、日本ハム、d n a 宇佐美、日本ハム、らがトレード出た球団へ移り、水を得た魚のように活躍している。 巨人は外国人やベテランが優先され、2軍の選手は結果を出しても、なかなか1軍に呼んでもらえない。トレードで出してほしい、と直訴している選手が何人もいるそうです。その田口は今やリーグ3連覇を目指す上昇ヤクルトで守護神を務める。ファンから見放され、選手も裸足で逃げ出そうとする。4勝9敗で単独再開。 まさに泣きっ面に蜂の巨人の内部崩壊が始まろうとしている以下はネチズンのコメントをまとめたものです高橋由伸監督以来の再会って確かにあの時最下位だったけどあの当時はまだ希望というか明るい兆しがありました現在4番の岡本選手を辛抱強く起用し続けていた頃です おかげで今の岡本選手があると思いますあの時の再会と今の再会全く内容が違うと思います今原監督が辛抱強く育てようとしてる選手がいますかオーダーの中に若い将来の巨人を背負うような選手が入っていますか今の巨人には未来を感じませんまだ 立浪ドラゴンズのが若手を積極的に使ってて未来への可能性を感じます未来への可能性を感じられるような試合が見たいです原監督は他球団からの補強がたくさんあってこそ横綱相撲で勝利に導けるが現在の戦力をどう使えばいいかどう起用すれば選手が開花するかなど頭を使うことはできない原さん もう無理だよ、素人目線でも迷走想してるし今のままだとチームが内部崩壊してしまう引き際も大事だと思うしチームのことを考えると早めの監督交代しかないファンは球場へも行かないし離れていくだけせっかく野球熱で野球界が盛り上がっている時に水をかけて熱を冷ますのはやめてほしいし今後の野球界のためにならない。